皆さんこんにちは。こんにちは。ネモです。ネモちゃんTVです。はい。今日ですね。はい。遠出しました。遠出しました。はい。まあ見えますか。インチョン空港じゃないね。違うよ。インチョン駅です。はい。インチョン駅に行きまして。はい。ずっとね、地下鉄1号線で、はい、西の西まで来て来ました。はい。はい。インチョンのね、この駅のすぐこの前には、はい、ニハオマ？ニハオ。チャイナタウンかな。チャイナタウンがちょっとあるので、ということで今日はね、このチャイナタウンをちょっとね、様子を見てみたいと思います。はい。まあどんな感じになってるかっていうことをね、ちょっと見てみたいと思うんですが。はい。寒いですね。うん、ちょっとね、海が近いのかな、やっぱり風が冷たいんですけど。はい。頑張っていきましょうか。はい、はい、では早速それでは行ってみましょう。行きましょう。で、今お昼の12時。ちょっと待ってくれ。何や、これってね、ここがジャージャー麺の有名な、そうですね、中国料理。え？いや、本当に？分かんない。正面、門がありますけれども、うん、はい、やっぱり横浜中華街にもなこういうのなかったでしょうか。あります、あります。ですよね。うん、こんな感じでしたよね。中華街って書いてありますね。はい。で、今お昼の12時過ぎですね。はい。まあ、こんな感じで。はい、ちょっと行ってみましょう。確かここの中華街から発祥ですよね、ジャージャー麺が。そうでしょうね、多分。うん。うん、ここその韓国で、うん、その韓国に合わせたなんか、ね、うん、中華料理として生まれたみたいですけれども、うん、ガチャガチャがいっぱいあるよ。ダースベイダーがあるね。中華街にダースベイダーちょっと違和感があるね。なんかゲームするところが多いね。まあ、普通の韓国のお店もあったり、これゲーム射撃で、ここはやっぱり空いてないね。うん。まあ今やっぱり中国の人も来れないから少ないんだろうね。うん。あ、竜があります。竜が。竜は確か英語でドラゴンですよね。はい。中国語では、え、いや本当に分かんない。フロン。地図がありますね。地図があるね。こんな感じで今僕ら現在地ここにいるんですよね。いろいろやっぱり観光地でね、いろいろあるんだけど、これモノレールがちょっとあるんですね、ここ。うん。ここもインチョン空港ですよ。あ、ここがインチョン空港か。はい。じゃあ目と鼻の席にあるってことですね。そうですね。あ、そこですよ。あの前のところがジャージャー麺が有名なところで。へー、それは食べてるんですね。あの、今日は春って書いてね、ホンファチョンですけど、はい、あそこ あの昔あった店はなんか右の方にあるらしいんですけど、そこは今なんかジャージャー麺の博物館になってるらしいですよ。あ、やっぱ中華人民共和国だから、うん、共和国の春ってことですかね。そういうことですかね。うん、あ、ヤンコチ。羊の肉ですね。ヤンコチ두개주세요。ね。두개나왔어요。세개달라고안되는데。아그래요어다행이다아침에도나갔어요양꼬치인기도요맛있겠다코로나때문에요즘사람없죠아무래도요그냥그래도요즘은좀나아졌어요아그래요어다행이다작년1년때보다나이동네아무도없었어요아그렇구나저희도외국인이에요아네일본사람이 아 멋있
美味しそうです。だからあの方辛いそう美味しい。美味しい。それから韓国から到着해요저보다。아저희는한국에살고있으니까。아네。네네。우리내가한국말못해。나이먹으면한국말이어려워。네감사합니다네감사합니다네감사합니다하나만食べたいと思います。食べますみだ감사합니다네맛있어요어이저기그럼인천에사시는거야아니요저는김포에살아요멀리서왔네 오빠는 저는 서울에서 서울 뭔데 사네 인천이 더 좋아 처음에 와봤어요 여기 네 처음 와봤나 좋아요 맛있었어 잘 먹었습니다 감사합니다 예 고맙습니다 We are Japanese 바이바이 Thank you Thank you, you too 아메리카からアメリカ人なんですけど、こちらに住んでる方だって言ってましたね。そうですね。はい。これこんな感じで。結構マリクの人多いですね。ねえ。まあ今ね、ヤンコチのおばさんも言ってましたけど、最近ちょこちょこね来てるよって言ってましたね。どっち行きます？右行きましょうか。クリッと。ちょっとにぎやかにやってきましたね。うん。ヤンコチ美味しかった。美味しかったね。なんか焼き鳥の、うん、なんかあの牛、うん、牛の焼き鳥あるじゃないですか。牛の焼き鳥？はい。牛の焼き鳥。うん、焼き鳥で牛を焼くんですよね。うん、その味にちょっと似てるかな。これは何？食べます。あ、名古屋って大判焼きみたいな感じだな。そうだね、うん、おば焼き有名だよね。あ、おば焼き、あ、わかる？ええ、あの、なんかあんこが中に入ってるやつですよね。そうそうそう、うん、福岡もあったような気がするな。なんか白あんとかも入ってたね。あ、あるよね、いろいろね。カスタードとか、うん、そんな感じですよね、今のね、うん、ちょっと食べてもいいね、いろいろね。そうですね、ええ ね, ねえ、まあ、ちょっとこの辺は閉めてる店も多いな。そうですね。ねえ、おお安いね。ねえ、今やんこちばもね。うん、多いね。ここ1個1000ウォン入ってないけど、うん、歴史がある、ね、町ですよね、ここは。確か120年ぐらい、うん、ここができて、建物もね、これ。そうだね。昔ね、その何年になったかな、1889年だったかな。になんかね、一回ここに中国人がいっぱい来て。そうそう、朝鮮王朝が開国してから、うん、そこから中国の人たちが貿易で入ってきたみたいで、ね、それで住み始めたのがここきっかけっていうことですよね。うん、仁川が確か昔も港だったんですよね。そうですね。うん、食べます？大判のやつ。食べてみましょうか。うん、2000ウォンだね。私はあんこで。僕クリームチーズで。クリームチーズ。クリームチーズ花はご、トンパン花ってよ、カードってよ、あんで、カードってよ。ねえ。左側に黒い画面を見せよ。左側、左側。ええ。はい、行って、今日は一緒に見せます。ええ。カジャーナ、カッパでね。あ、感謝します。ねえ。
ゲットです。クリームチーズ、ここにチェックしてあるんで、高尻さんクリームチーズです。はい、食べましょうか。はい、じゃあいただきたいと思います。いただきたいと思います。なんか匂いいいよね。うん、なんか本当大判焼きだ。紅豆餅感じで、紅豆餅って書いてある。食べます。いただきます。うん、大判焼きです。大判焼き懐かしいわ名古屋の大判焼き懐かしい、思い出す。大判焼きだねこれ。うん、大判焼きだよ。いただきます。もうそのまま大判焼きの味です。本当だね。うん、クリームチーズ、うん、美味しいっすよ。美味しい。チーズクリームが入ってる。なんか異国の地でね、韓国で、またインチョンで、チャイナタウンで、名古屋の味を味わえるとは。そうそうそう結構ね、うん、ミョンドンとかに売ってるたい焼きとかあるじゃないですか、うん、あれってあんことかがすごい少ないじゃないですか、うん、これいっぱい入ってるね。ここもいっぱい入ってます、あんこが、うん、中華料理のお店がいっぱいだね。うん、歌が欲しいね。歌お茶が欲しくなるね。あ、お茶ね、うん、歌かと思った。あんな歌歌ったらいいかなと思った、うん、ごちそうさまでした。食べるの早いね。早い。じゃあお菓子買いに行きますか。はい、ちょっとねこれ引き換え券もらったんで変えていきます。何がもらえるんやろ、ね、うん、ここですよね。ここですね。カードに寄り添せるのもね、はい、ねえ、この3人がお菓子もらいました。はい、そして同じお菓子置いてあるので、うん、ちょっと見てみてください。うん、中国のね、お菓子ですね。バナナ味、柚子味、うん、ジョンガ中国伝統ですね。まあ、こんな感じで中国のお菓子とかが売ってるお店になってます。あ、ファインランドがあるじゃないですか。ん？ファインの、あれ有名じゃないですか。台湾で有名なやつじゃないですか。そうそう、台湾で有名じゃないですか。あ、そっか、もうでね、そうか、中国、台湾もだね。中国、台湾、有名果樹。有名果樹。これ夏目ですね。美味しいね。これカリントウかな。これ夏目は種入ってないね。これカリントウ？うん。カリントウだね。カリントウ。うん。うん、カリン島だね。うん、あ、このお茶もね、有名だよね。よく中国にスタッフがマートの時に中国に帰って買ってきてくれましたよ、このお茶を。おー、うん、行きましょうか。新昇前ジャイナーリーでしたっけ。新昇前ジャイナーリー、うん、火山室はトイレはどこにありますか。あ、トイレはどこにありますか。うん、ハオチューでしたね。ハオチュー、美味しい。ハオチューですね、うん、ここですね。ここがジャージャー麺の有名なところですね。行ってみます。食べましょうか。
中華料理屋さんばっかりだね。そうだね、こっちもね、なんか客の取り合いじゃないですか。東天ポールがあるね。この向こうがあの多分自由公園っていう公園ですね。ああ、まさかのマッカーサーさん。はい、まさか。うまいですね。あ、いえいえ、うん、いや今日ちょっと天気はいいね、青空がいいね、久しぶりに。お、チャイナドレスがあるじゃん。あ、これ、うん、一着どうですか、今度のライブに。でもいやいやいやそういうこと言うとさ皆さん期待しちゃうから。期待するね、うん。これちっちゃすぎるよね、子供用だね、うん。あれ、桜咲いてんじゃない。松です、その後ろ。松、え、松ぼっくり。桜、桜どこありますか。これこれ、後ろ後ろ、これ。ああ、桜やね。桜だよね、うん、もう桜が、もう桜が咲いとんね。咲いてましたね。おお、金ピカですね。ね、すごい仏像だよね。なんかお釈迦様ですね。お釈迦様か、うん、日本のやつ何やってですかね。寛永通貨でしたっけ。あ、それっぽいな。違うか、ね、昔のお金のね、うんうん。はい、皆さんお疲れ様です。はい、お疲れ様でした。はい、じゃ今日はね、院長になりますあのチャイナタウンにね、ちょっと来て様子を見てみました。はい、様子見ました、はい。まあ、ちょっとやっぱり中国の方も来れないので、はい、まあ、ちょっと街はちょっとまあ静かではあるんですけど。そうですね、まあ、閉まってる店ももちろんあるんですけどね、うん。まあ、でもね、ちょこちょこと、まあ、観光客、まあ、韓国に住んでる方とか来られてるみたいなので。そうですね、うん、おばちゃんの話もありましたけど、はい、まあ、ちょっと最近は人いるよって言ってましたけどね。そうですね、うん、まあ、初めて来ましたけどどうでした、ジュンさん。そうですね、やっぱり、うん、中華料理屋さんが多いと、うん、ちょっと街の中が雰囲気がね、やっぱ韓国と違った感じで、うん、またいいのかなと思いましたね。そうだね、うん、ちょっと観光には楽しめる感じするね、うん、大葉焼きもあるし。そうですね、ね、はい、ということで今回ちょっと僕ら初めて来てみたんですけど。そうですね、はい、院長になりますチャイナタウンからお送りしました。お伝えいたしました。はい、在前さ、さ、え